空、天候のように毎日違っていろんな雰囲気があるというようなところ、夢ですね、夢を叶えないといけない存在である。みんな得意の分野をちゃんと会社の各部署で発揮できた。森、いろんな外国籍も年齢差も違う人がいるんですけど、けどなんか一つの山にあるみたいな。ジム、楽しく自分の力をつけに行っている感覚。みんな癖が強いっていうか、なんかまあ個性が強い、個性が強いですね。すごく人を尊重する会社だと思います。それこそ入社1年目の時にベテランの設計の方のところに話を聞きに行っても、ちゃんと一人のプロというか職業人として接してくれる。イギリスにいた頃はすごい多国籍、もういろんな国から来てる人 で日本に帰ってきて結構いろんな国の方が今一緒に働いてくれてる。それはすごい嬉しい共通点。どこの国でもちゃんと話し通じるかなと思う。日見では打ち合わせの時にみんなの意見を言い放題っていうか、もうみんなの意見を言ってからみんな整理するんですね。産休3ヶ月と育休を1年強取りまして、復帰前と後でその役職が変わるとか、その仕事の内容がガラリと変わって、自分のやりたいことがやれなくなるとかそういうことは全くなくて、あくまで設計者として一人前になるためにただ通過点に子供を産んだっていう、でそういった環境で出迎えてくれたっていうこともあります。スタッフがそれぞれアイデアを持ち寄って、その中からやっぱり最良なものを選んでいくというようなところが、期待していた通りというようなところはありますね。建物を一つ建てるにも本当にそこの建物を使う人だけのことではなくて、それがこの町でこうあるから町がどうなっていくんだとか、そういったこう社会的なことを考えながら建物をデザインしている人って本当に全員そうじゃないかっていうぐらい多くて、人間設計は森だけどやっぱ一つの山で生えてる森なんだなと。